それではアーティストの清水晴美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> えっと今回え京都グラフィー、えー、2022、えー、第10周年のこのまあ、えー、京都グラフィーを記念しまして、うん、えっと10人の、えー、日本の現代女性写真家を、えー、舗装というこの近くの会場で、えー、展示をしています。 その展示をもうご覧になった方どれぐらいいらっしゃいますかねはい。じゃまだご覧になってない方もいらっしゃるということでえー、っとその、えー、10人の女性の写真家の、えー、展示の最後のお部屋で、えー、清水さんの、えー、展示が行われているんですがえー、っとまずはその、えー、最新最新作っていうんですかね、まあ今回 あの展示をしている、えー、作品について、えー、ちょっとお話を伺っていきたいと思います、はいえー、と今回展示しているシリーズはタイトルが「ミューテーション・クリエーション」っていうんですけども、えー、と野生下で発生した突然変異の動植物とそれとあの人間が人工的に手を加えてきた動植物人工交配、えー、と品種、まあ、品種イロですねのものを、えー、と並べて展示しています。 えー、その人がこう改良するにあたって、えー、その動植物の中の人にとっての有用性だったりとかあるいはその改良の流れには人の美意識だったりとかあとはあの形質の中で好奇心を持つポイントっていうのがあると思うので、えー、人はそのどういう。 形質を面白いと思って取り上げて、それを次世代に残していこうとするのか、そうしたあの人為的な品種の分岐にどのように介入していこうかっていうのを、えー、写真のビジュアルを通してえっ、ー、とちょっと示してみたいというシリーズですね。あの今回あの僕たちをすごくあの面白いなと思ったのが、その示さんを撮られているこのあのいろんな動植物っていうのはその。 まあ人工的に作られたものとまあ自然変異で作られたものをまあ同列にまあ見せているっていうことがすごくあの興味深かったんですけどもそれはそのまあえと清水さんの中ではこ,れこ,のまあこういう現象をそのあまりネガティブに捉えているというよりは何かこうまあポジティブにまあ見せているっていう感じですかね。 そうですね会場でもすごいよく聞かれましたあの見え方がとてもポップで明るく見えるけどもそのあなたのスタンスはどこにあるのかっていうことはすごいよく聞かれてあの批判的なのかそれとも何ていうかもうちょっとただ表面だけをなぞっているのかみたいなことを、えー、と私としてはその、うん、結構こういったものって割とグレーゾーンであの確かに。 現代的な見方からするとこれはあのかなんていうか環境に影響を与えてしまうかもしれないものでありあとはあの遺伝子組み替えも結構その問題っていうのも起こっていたりする現代的なテーマでもあるんですけどえと見方を変えてみると改良っていうのはその人が農耕とか狩猟を始めて以来ずっと行ってきたものでトウモロコシも最初は本当にこれぐらいの粒しかなかったし穀物も本当最初は。 すすごく小さかったんですよねそれをあの改良を重ねて今の過、えー、食部はどんどん増やされてきたでその過食部を増やしたことによって今のこの人口が支えられている栄養面で支えられているっていうなんていうかのっぴきならないもう事実がありますしあの私たちの,その命っていうのはすでにそういう自分たちが手を入れてきたものによって支えられてもいるのでこの簡単にこう現代の環境問題的な観点から批判 単純に批判することってもでもきない人間の差がの一つであると思っていますなので、えー、とそういういろんなあの見方をこう前提とした上で自分の態度はすごくフラットなものでありたいただこういう提示をしたいっていうふうに考えてますね。なのでそうですね写真撮る時に出力の最終的な見た目はポップというかポピュラーなものであのにしたいとはあの他の作品に関しても思ってるんですけども。 その方がこちらがこう壁として批判問題意識というふうに提示するとやっぱりこう見る側も結構壁を作ってしまうなんかそれにそういうコミュニケーションじゃなくてその鑑賞者とのコミュニケーションにおいては私は割と開かれた態度をとっていたいなので見る人の結構自由に任せたいただそのポップの裏打ちとしてさまざまな見方が可能ですよっていう風な その鑑賞者とのコミュニケーションの仕方をしたいと思ってますあの、まあ、この作品を見るとあのすごく何て言うんですかね、まあ、撮影をするにあたってこうすごくこう、まあ、愛情を込めて撮られてるように思うんですけども特にその人の体があのところどころ入ってるんですけどもそれはどういう意図で この体の一部が、人間の体の一部が入ってるんでしょうか。えっと、そうですね。こう改良。突然変異だと、一世代限りで、あの淘汰されてしまったり、あの。 アルビノだったらやっぱり見つかりやすかったり。とかしてすぐ消えてしまう。あ,あるいはあの人工改良のものだと、あのその時々の人間の趣味とか美意識の移り変わりによってどんどん廃れていったりもしてしまうんですね。新しく生まれては綺麗。流行に沿ってなのでえっ、ー、とそういう。 人の介入が強いいっていうことまたこういうアルビノとか弱い形質を残しているので自然界に出してもおそらくその淘汰されてしまうであろうものであとは遺伝子組み換えもそうですね基本的にはその人の管理してる範囲内でこう育ててねみたいなそういう野生と混ざっても野生に悪い影響が与えないっていう保証を得た上で例えばあの 繁殖オッケーみたいな条約がちゃんとあるんですよなので基本的にはその人の手の中にあるものその野生と交雑して多様性に影響を与えてしまわないものそういう意味で人との関わりがとても強い、えー、と動植物なので人間の体と一緒に特に手とかを入れて撮ってますねやっぱりそのこういう作品を撮るにあたってそのまあ今 清水さんがお話しててるようなこう、まあ、知識というかその生物学的なあのちゃんと情報もこう自分の中で理解しながらやってらっしゃるっていう感じなんですかね。そうですねえっ、ー、と私はもともと脅威の,、えー、の部屋中,中世ヨーロッパあたりであったあの。 脅威の部屋、あの珍品ばっかりをたくさんはい集めてくる文化がありましたよね。で、えっ、ー、とそれがご好きで個人的にも収集することがとても好きなので、でそういう脅威の部屋っていうのがあの博物学を生んで、その博物学が今の生物学の流れにつながっているんですね。で、こういうえっ、ー、とちょっと DNA 的にあの一 普通とは外れたものを研究することで DNA とか生物学の研究っていうのもすごい進んできてるんですよ。なので、えー、と単純にこう見え方の問題だけではなくて学術的な意味もしっかりあ,のあるその学問としてもすごい重要な対象であるっていうことを、えー、と考えた上でなのでしっかりそのあたりの言葉とかも専門用語をきちんと使っていきたい。 えとそういう生物の面白さについて自分自身も勉強していきたいしやっぱりこう見てきれいだねだけじゃなくて見る人にももう一歩こう踏み込んであの調べたりしてみてほしいそういう意味でちょっと説明は複雑だとは思いつつも専門用語はきちんと使うようにしています。そ、うん、そううううでです、ね、すすねねごくあの、うん、作品の解説を、まあ、しっかかりとと、まあ、あ今回ももされてたと思います、ねまあ、そういまう意味でもなんかこう まあ作あまあ、アート作品でもあるんでしょうけど何かこうそういう、まあ、生物とか自然についてこう考えさせるような作品になってると思いますね。そうですねこういうものもやっぱりこうアーカイブするっていうことはすごい大事だと思うのでたいこう一般のえっ、ー、と 道端で見つかっても iphone で撮っておしまいだったりそういうことがすごく多いんですけど実際あの学術的な価値もあるものなのでなんかこうやってちゃんとライト当ててえっとまあ後の世代の人が見てもなんていうか本とかに使えるようなちゃんとした写真として残したいみたいな気持ちがありますねそういう意味であの逆にその学術的な方からなんかコンタクトが来てその写真をなんかあの 使わせててししいいいととかか見ほってそういうアプローチって今まであるんでですかえと今まではないんですけど私の方からそういう研究の方にアプローチっていうのはどんどんこれからしていきたいなと思っていてえと実際今回京都グラフィーさんのお話をいただいてからあの展示までに取りに行った中で広島大学さんのえとカエルの色素の研究をしているところがあるんですね。そこにお願いして しに行ってで撮らせてもらったんですけど結構そのウェルカムというか「私が撮ってこの展示に使う以外の写真を使わせてくれませんか?」っておっしゃっていただいてで実際データとしてお送りしてもいるので何ていうかそういう方面で役に立てることがあるなら自分もどんどん関わっていきたいなと思ってますね。じゃあこのプロジェクトはこれからも続けていくっていう感じですかね。 そうですね、枚数やっぱりあのできるだけ増やすこと、あの私のその選択の姿勢っていうのを極力薄めていくことがこういうカタログ的なものにおいては大事だと思うので、もっと枚数は、えー、増やして最終的にはちょっと本にできたらいいなとは思ってます。はい、いいですね。本当に本でまた見てみたいなと思いますね。ありがとうございます。<laughs> えっとでは他の作品についてもちょっとお話。 聞けますでしょうか。はい。これはどんな作品ですか。これがえっ、ー、とアイスランドで撮った作品です。実はあの今回展示されている。 えとアイスランドに行く前に今回展示されている稲岡有子さんんののアアイイススラランンドド写真をちょうど見てそれででに行ったんですねだから今回は本当に一緒に展示できてすごい嬉しかったんですけど2014年ぐらいに行ってで自分で車を運転して回ってでそこでえと撮った写真の上にその場で拾ってきたこれはお花このお花があのその花びらに当たるんですけどちょうどその拾ってきたものを上に置いて。 で国内に帰ってきてから水を張ってそれを凍らせて再撮影したアイスドランドっていうシリーズですね。うん、アイスドランド。アイスドランド <laughs> あのちょっと名前のちょっとお遊びみたいなものなんですけど、その写真ってそのめその目の前のモーメント、あの景観だったりトゲだったりをこう一瞬のうちにこう止めるっていう性質があるので、まあそれとあとはまあアイスランドっていう名前が ちょっっと面白い由来があるののででそれでヒントを得ててこのシリーズをやってましたアイスランドってどんな由来があるんですか名前に。とこれはあの一説なんですけどアイスランドの上にグリーンランドがあってでアイスランドは最初にこう入植してきた人がアイスランドは実際にはすごく緑豊かで暮らしやすい素敵な町だあの島だっていう 感想を持ってでグリーンランド。実際にはあの氷に覆われたかなり住みづらいとこなんですけど、そのグリーンランドをグリーンランドって名付けることによって、後から来た入植者をそっちにあのさばこうとしたみたいな風に言われていて、それ実際にあの名前がちょっと逆になってるんですよね。アイスランドはとてもあの緑もあって羊もいてすごい。綺麗なところですね。そうですね。実際にその氷っていうイメージはアイスランドにはあんまりないけど。 でもこのアイスドランドはその,写真,このまあ写真撮った写真とそこのものをこうフリーズさせたっていうかこう凍らした作品っていうことそうですねで日本ですべてえと凍らしてはい撮ってきてからの作業は日本で行ってました、うん であんまりそれまでコンセプチュアルなことを考えたやったことはなかったんですけどこれに関しては初めてなんかこう最初からこ,れこういうものを撮,るよ撮ろうと思って決めてで用意して拾ってきたっていう感じでしたね、はいえー、じゃあ常,常に家の冷蔵庫に写真が入ってるような状態だったそうですねあのその時人と住んでたんですけど私が冷凍庫を占領してたのですごい迷惑をかけました <laughs> ありがとうございます。こちらは？どんなシリーズでしたっけ？えっとこれが、えー、の？自然の中にあるポツンと立ってる。えっ、ー、と十字架を取っているシリーズですね。これは台湾の島です。えー、これはリトアニアの砂漠ですね。これが、えー、の長崎の島です。 えー、これがドイツの田舎かスイスかどこかの山頂にあるやつですねこれも、えー、と確かその辺だったと思いますじゃあその宣教師がこう建てたような結構その古いものになるんですかね本来はそうですね自然の中にこういう記号が立っているとなんかこう違和感を感じてつい取ったりなんていうか目がいったりしますけどその なんでそこに立ってるのかっていう理由は割と様々で本当はもうちょっとこう絞って集めた方がいいのかもしれないんですけど割といろんな背景を持つあの十字架自然の中の突然出現するあの記号として集めていてこれはあのそうですね江戸時代とかの隠れキシリ,シリタンの洞窟だったのでこの海でしか行けないようなところに作られてるんですね。 これはちょっと詳細が分からないんですがえっと、ねあのー、それは本当に最初に登頂した人あるいは何かこう山の上にそういうものを建てたくなる気持ちがあるのかもしれないですけど大体こうあとはそうですね国境とかだったりもするので、うん、そういう何て言うかランドマークとしてその特に何て言うか深い意味はないけど頂上だから建てるみたいなものもありますし。 そのまあ日本の,かあの隠れキリシタンみたいにその海外でもそのキリスト教があのまあ弾圧された歴史がある場所があってやっぱりこう隠,され隠されてたりもするんですかねその十字架が。 そうですね隠されることもありますしあるいはなぎ倒されてもなぎ倒されても必ず同じ場所に立てるっていうことにあの意味があったりもするんですこういうものって特に。リトアニアにはあの十字架の丘っていう世界遺産にもなっているところがあるんですけどそこはあのソ連だったかなソ連ですね侵略を受けた際に何回もブルドーザーとかでなぎ倒されていてでもそれでも名もない匿名の市民がそこに十字架を持ってきて。 あの、何回でも立てるんですね。だから、やっぱり、そういう、なんていうか、一つの心の拠り所。なんか、反抗というか、あのプロテストの手段として立てられる。みたいなことも、やっぱりありますね。うん、そういう、なんていうか、記号をこうランドマークとして、そこに刺しに行くっていう。なんか、その行為にも、なんか、自分はちょっと希望を見出すようなところがあります。 なんかあの清水さんの作品ってこう一つの,そのまあ記号なり何かこうテーマをずっとこう世界中でこう探してそれをこう集めていくような作品が多いと思うんですけどそれはもう相当な何て言うかこうまあリサーチとそれからまたその場所にわざわざ行ってこう撮影するっていうそのまあこう行動というか。 結構時間もその労力もあと予算的にもね結構かかると思うんですけどねど,うど,うどうですかでもやっぱりそのこうなんかこう掘っていくっていう作業がやっぱりすごく好きなんですかねこう自分でこういろんなものをこうたん探求していくというか。 そうですねなんか掘っっってていくくとやっぱり次がどんどんんん見つかってくるんですよね <laughs> それがやめられないというかなんていうか <laughs> そういう好奇心とか興味関心がなんていうか自分を成しているっていうかあんまりこう私はすごく私は女性であるみたいな感じでこう自己定義するような感じではないんですけどそれでも何か自分が興味関心を持ってあの掘っていこうとする動きが何かこう自分を自分たらしめているみたいなところが ありますねでこういうあの十字架とかもそうなんですけど、まあ、キリスト教ではない私が見てもなんかこう何となくこう分かるっていうかそれはこういうものが置かれてる場所だったりとか、えー、とこういうもののちょっとした建てられ方の采配だったりとかで、えー、となんかこう文化を超えて共通するものがあると思うんですよね。 そういうもの、うん、なんか、こも、コモンセンスみたいなものを見つめていきたい。コモンセンスに対する興味っていうのは、多分、どの作品にも一貫して、すごい持っているとは思います、うん。他の作品もありますか。はい。えっ、ー、と、これは、その、うん、十字架をいろんなところで撮る中で、ポーランド。単体に焦点を当てて車で、回ってたら。 時のものもなんですけど、えー、ポーランドはこう日本あのポーランド全土に、えー、とこういうカプリチカっていう祭壇があるんですね何千とあってあの記録されきれてないぐらいあるで意味としては同祖人的なものだったり、まあ、ちょっとしたあの地,地元民の集まりが行われたりとか日本でいうかなりお地蔵さんに近いような立ち位置なんですけども。 これも結構何百年も前から続いたりしていてただその戦時下特にえとワルシャワが侵攻を受けた際なんかにはワルシャワのアパートというアパートにこういうものが作られて心の寄り所にななってたみたみいなんですねやっぱりその多くできる年代っていうのが特徴が出たりとかはします、うん、やっぱり大変な時にこそこういうものが作られていったっていう歴史なんですかね。 そうみたいですねそのワルシャワ・ホーキンの博物館にも、まあ、ちょうど行ったんですけどそこにもこういうカプリチカがあの移植というか紹介されていて、うん、なんかある程度こうこれはマリア様ですけどバリエーションとかもあったりして結構面白いです祀られてる聖人も一つではないいろんな地方によってバリエーションがあったりとかあとはその 四つ,つにててられてることが多いんですねだから何かこう教会を守るものだったりとか戦時下だとそのポーランドの、えー、とスパイとかがスパイっていうか自国側のスパイみたいな人たちがこう夜そこの下で集まったりとか何かこう心のよりどころだったりそうですねちょっとそういう場所には 興味があります自然と発生するなんか祈りの場所みたいなもの、うん、でもこういうこの題材を見つける時っていうのはそのこれ知らなかったらインターネットでも探せないじゃないですか最初のきっかけっていうのはやっぱりこう自分で実際にこうその場で見てあこういうものがあるんだってでど,どんどんこう探していくともっともっとあこんなにたくさんあるっていう感じで。 実際に見てかから始めるのか本当にこうインターネット上で最初に見つけるのかどきっかけはどういうきっかけで始まるんですかこの,あのさっきのえっと十字自然の中の十字架とか例えばこのポーランドで僕もいあのポーランド行ったことあるんですけど言われてみると何かあったような気がするなと思うんですけどこれにこう着目するそのきっかけっていうのは どういうことが起きてるのかなと思ってそうですね、えっと、もともとその十字架を取り始めたのもアイスランドで車で走っていて2014年に行った時に、うん、であのそれを見て何あれってなって車でこう戻ってわざわざ取りに行ってみたいなことがあって。<laughs> <laughs> でそれでそういうまあロードサイドにそのポツンと立ってるものの実際の景観の,の中にそういう記号があるっていうそのなんていうか衝撃が一度あってでそれでえと他にもそういうものはないんだろうかとか調べ始めてで山とかにえーとヨーロッパで登るようになってでその中でえとまあ場所とかは結構。 ネットで調べたりするんですね画像検索したりしてで画像検索してるうちにポーランドに何かすごいこういうものがあるらしいってなってじゃあちょっと車を借りようかみたいな感じで <laughs> なんかどんどん全部つながってだんだんこう掘り下げていくみたいな感じです、うん、いやそのなんかこう興味が続いていくっていうのはすごいなと思ってそのこう ねまあ、この辺でいいかってならないでこうもっともっとってこういくわけですよ、ね、<laughs> <laughs> すごい数だなと思って <laughs> <laughs> そうですねなんかなんでやってるのって言われたらちょっとよく分かんないんですけど <laughs> なんかあのじゅ巡礼が結構性に合うような感じがあって昔からこうあの結構日本いろんなとこ自転車で 走ったたたりり歩いたりしてんんですけどなんかこう自分の足で行ってみることってやっぱり意味があると思っていて今だったらもうこういう写真全然あの Google のマップとかであの見れたりするんですけどでも Google の車じゃなくて自分の足で行って見て撮ってそれであのその積み上げとしてこう発信することにまあ意味がある。その インスタントな写真が多い時代だからこそ,そのインスタントではない足で <laughs> 行ったことが意味があるんじゃないかと,ちょっとそういういいいに思たでもこれ本当にあのポーランドの写真家でもここまであの <laughs> 集めてる人いないんじゃないかなと思ってあまりにもこう向こうでは当たり前すぎちゃって。 多分そうだと思います日本のお地蔵さんも日本人がお地蔵さんだけを取って全国を練り歩くかって言ったら意外とそういうことはしないだからまあ異文化の人間としてそういうものに関わるのがどうなんだろうみたいな問題も,もちろんありますけど逆にそうじゃないと興味って持たないだろうなっていうのもとい、うん、いうことも同時に思いますね,ねなんかポ,ポーランドで展示するのも逆に面白いのかなと思いましたね。 もう一回行ってみたいですポーランド、ね、はい、はい、では他のシリーズはまだありますか <laughs> まだ最後にあそうですねどっちから行ったらいいかこれもあの似てるんですけど今まだ始めてそんなたってないんですけど「願い事の木」を取ろうとしていてこれもそういうちょっと文化人類学に興味があるっていうことで少し始めてみようかなって思ったんですけどその。 文化とか国境を問わずあのでっかい木があったら人間って何か結びたくなるんですよね。でそれでこれはあのポーランド違うポーランドじゃないですデンマークにある木であの子供がおしゃぶりを卒業する時にあのその子が健康に成長しますようにという願いを込めておしゃぶりを結びつけに行く木があります。ここれがイギリススのののケルトト方方面スコットランドの方なんですけど向こうには あの布を木に結びつける文化があってこれはうーん黒ティーツリーって言ってあの古着とかを結ぶことも多いんですけどこれはリボンが結んでありますね日本だと七夕とかあったりしますけどこれは巡礼の道で見つけたあの願い事を結んでいるやつでスペインですね。こういういものってあのやってやぱり 昨日そのイベントのローレンさんともお話しする中であの言っていただいたんですけどもあの文化とか国境を越えるだけではなくてあの言語っていうものを越えていくものだよねっていうふうに言われてあなるほどと思ってで言語ってやっぱりこうなんか文,とか文節を生むものなんですよでもこれってもう見ただけで言葉全然わからない異国の子どもでもやっぱりあこれは願いが結ばれてるんだなってわかるし。 何かそういう,こう単純なところに立ち返るというのもたまには大事なんじゃないかなとは思いますね。そうですねそのまあ世界中いろんなまあ文化とかあの国が言語とかあっても結構共通のことをしてたりしますよねその日本のね神社なんかのおみくじを神社の木に結びつけるみたいな。うん さっきのあのおしゃぶりは、なんかあの。一つの。これ一つのリボンに、こう、だだだだって。結んでますけど。これですね。五つごとがいるわけじゃなくて、ね <laughs>。誰かが。まとめて、こう結んであげてるってことなんですかね。なんかだんだん工夫、創意工夫が見られてくれか <laughs> ちょっと。いろんなもんが。 クリエイティビティを出してみようみたいな感じだと思います、ね。はい、これはなんか多分未来の自分への手紙みたいなのが入ってるんだと思います。とかいろいろなんかタイムカプセルタイムカプセル的な,ル的な。でこれはそのたまにこう人が見に来たりするようなところなんですかこういう木っていうのは？これはえっとすごいあの メジャーな公園の中にあって割と普通に見れます <あっ S 2> なんか特別こう一生懸命行かないといけないようなところではなくて本当に市民の普通の憩いの場に突然ありますねまあこういう本当によく見つけてきますよね多分木は他にもまだいろいろ あると思うのでもうちょっっとと探してていいきたいと思ってます、うん、ね、やっぱなんかそういう木の精霊的なこう信仰、まあ、というか無意識なのかもしれないですけどなんか木にやっぱそういうものを感じてるってことなんですかね。そうですねなんとなくそこに寄っていきたくなるみたいな性質が。 あるのかもしれないです、ね、ただそのなんていうか割と結びっぱなしでその朽ちていくままでなって OK みたいなところがみんなあるんですよ、うん、結んでよかった満足したって、うん、私たちもこう七夕の木結びに行ってその後もう一回見に行ったりはしないと思うんですけど、うん、割とこう古着とかも結ばれたままどんどんそれでこう古くなっていく、うん、なんかそれがすごく いいなと思ってその例えば写真でも私「ファウンドフォト」って結構好きなんですけどそのこの写真古い写真を見てあこの写真が撮られた時この人はその後こういう運命を迎えることになるとは考えもしなかっただろうなみたいなそういう写真を撮るっていうことの中にはその撮られた未来 の時間軸ってていいいうう視点も含まれているというかちょっと説明が難しいんですけどあの私が前あの写真集のタイトルですごくいいなと思ったのが「We Will Have Been Young」っていうタイトルの写真集があったんですね直訳すると「私たちはいつかかつて若かったことになるだろう」っていうでその,あの写真集はあのまあその。 青春みたいな割と若い人たちが若い人たちを撮っているタイプの写真集なんですけどあその視点ってすごく確かにそうだよねと思ってなんかそうやって若い子が若い子をと撮りながら自分がいつか老いてこれを見返すことになるだろうっていう視点もすでに含みながらもう撮ってるんですよね。なんかそういうあの未来のことが含まれつつでもなんかやっぱりこう撮られてわーってしたその後頓着しないみたいな。<laughs> そういうことがこう写真を撮る撮られるっていうことの中にはすごい頻繁に起こっていてその時間軸がこう未来いつかにおいても流れてるっていうことがなんかこう面白いな私たちはそ撮ったり撮られたりするっていうことでその時間軸に参入しているんだなみたいなものを思うことがあります。さんにととっって写真いいうううののはやっぱりそ,のまあそういうこう時間のこうまあ流れと 時間軸とあとその、まあ、空間も結構その世界中のこのあのあいろんなところにこうあるものを撮ってるじゃないですかやっぱこういうものをなんか表現するそれをこうキャプチャーする手段っていう感じなんですかね。そうですねキャプチャーする手段っていうか自分がそのそうそうだと思いますなんかそこにあの市場っていうのはあまり挟まないというか。あの 私が記録するる機会であるみたいなんていうかあの別にその将来こういう写真がどっかにこう残ったとしてそこに私の名前がくっついてなくてもまあいいやと思うんですね。なんていうか全部移り変わっていくものだしただうんその 私個人の歴史っていうのをそこに反映させるってわけじゃなくてなんかこうアーカイブするための自分は通路みたいなあの気持ちがどこかああったりしますすね、うん、面白いですね <laughs> あの皆さんもしあの途中であのツッコミとか質問とかありましたらあのどうぞ遠慮なく。 聞いいてください <laughs> <laughs> 漠然とした話で申し訳ないんですけど、えー、あの,あの質問とかあれば是非視点が面白いなと思って他にまだありますかそうですねあこれがまだ説明してなかったですかねあこれは割とお遊びのようなシリーズでえっ、ー、と東京で展示やってたのであのご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけどえっ、ー、と えー、あプ,ランプランス・イン・ザ・ボイニッチ・マニュスクリプトっていうシリーズで、えー、とボイニッチ主公っていうイタリアでおそらく15世紀頃に書かれた、えー、と謎の書物があってそれが今も解明されてない、えー、と記書として現在まで残ってるんですね。でこれがあの文章もその暗号で書かれていて誰も読めないし、えー、ここに載っている植物も実際には存在しえないような 組み合わせだったり姿をしているでこれは何だろうということでその後貴族とか、えー、と面白がったなんか高名な司祭とかの手を次々に渡ってきたんですね。で、えー、と戦時下のなんか有名な暗号解読班軍部の解読班とかもこれにチャレンジしたんですけど結局できず今に至るっていうあのちょっとその知ってる人の中では割と有名な謎の書物で。で これの中に登場する植物をあの合成で作ってみようみたいな割とこう軽い気持ちで作ったものですねこれとかはこれが真ん中の指のあたりのこれに合成してるんですけどこれがこれですねまあその これは別に内容が解読されても多分大した内容ではなくて <laughs> ちょっとスピリチュアルな感じだと思うんですよ。別にそんなその学術的な価値っていうのは別になくて割とこう面白がってみんな残ってきたものだと思うんですけどでもそれただ面白いっていうだけで500年も人の手を渡り続けてで今あの大学に保管されてるんですけど全世界に全ページちゃんと ウェーブで公開されてるんですね。あの、なんかこういうのってまあ暇人の感覚の楽しみだと思うんですよ。でもそういうなんかなんか暇だねなんか面白いもんないかなやってみようみたいなことがなんかずっと500年前の人間も今の人間もそういう精神性って変わらずなんかこういうものを面白がっ るっていう余裕のある気持ちっていうのを持ち続けてきたっていうことが私はなんかあの人間いいなって思ってそういう部分が結構好きですね、うん、さっきの,あの清水さんが話してたその時間軸これを例えばその作った書いた人がその未来でどうなるかっていうのを予想してたのかしてないのか分かんないですけどもしかしたらそのほんのいたずら半分で作ったものがここまで500年も みんなの興味を集めるとは思ってもなかったかもしれないし、それは本当確かにま人間的というか、人間の面白い部分かもしれないですよね。そうですね。やっぱり人ってなんかユーモアを愛さずにはいられないというか、なんかこうケにまかれることをちょっと喜ぶようなところがあるというか、なんかそういう心の余裕みたいなものはすごい。 いいですよねその作った人もこここうなるとは思ってなかっただろうけどっていう、うん、だからまあ逆に言うとそれをこう写真作りにしちゃった清水晴美も結構面白いと思うんですけど <laughs> <laughs> このあれは合成で作ってるってことですかこの表情。 葉っぱとかを探してきては素材として大量に取って植物園に行ったりとかしてで全部パーツに分けてこれはヒゲこれは葉っぱこれは花びらみたいな花もこれ作ってるってことですかそうですね全部この花びら別々のレイヤーに分かれてますね結構大変でした <laughs> <laughs> これはそのあの作られた言語を あの存在しない言語で書かれたことでやっぱり解明がされなかったっていうこともあるんですかねそうですねその辺はえうん,なんか研究が進んでるんですけどその解析すると一応文法はあるらしいみたいなのは分かっていて、うん、なのでかなり難しいけどそれでも内容はないわけではないぐらいのところまで来てるから余計やめられないんですね多分。<laughs> これもまだ続けるんですかこのちょっと疲れました <laughs> 他を先にやりたいです <laughs> いつもこうまあ本当にたくさんのプロジェクトがあるんですけどその同時にこう進行していってるような感じなんですかねそうですねあのコロナになるしばらく前に半年ぐらいえっとヨーロッパを 旅行して回ってたんですけどその時に撮れるものはいくつか、えー、撮ってましたね。でどれも今後もある程度まあ続けていくっていう感じですかね。このまあ多分もうちょっとしたらまた国境がまあ開,か開かれるというかあの旅行ができるようになると思うんですけど。 そうですね。また旅行に行って撮りたいです。そろそろ撮れかを形にしたいって思いもありつつ、また別に興味のあることも出てきてるので <laughs>、それはそれで撮りたいなと思ってます。今、うん、結構興味あることが別に出てきてしまいました。それはやっぱりこう動植物とかに関係あるんですか？それがちょっと今までとはまた少し違うところで。 あの中国の山奥の方に、えっと、族だったかな母系社会がが今も残ってるるところがあるんですよ、えっと、織物とかもすごいカラフルで綺麗で,で女性がつづい家というか、まあ、つ続けていくみたいなもうちょっとその下調べが必要なんですけどその、まあ、今回その女性っていうくくりでお話しいただいて自分自身も社会的にいろいろとこう思うところもありみたいな。<laughs> でもなんかこうそこだけでこう一生懸命考えてるんじゃなくて実際じゃあそうじゃない社会があるなら見に行ってみたいなっていう気持ちもあってちょっと気になってます中国語は全然できないのであれなんですけどであとそうです、ね、今回の展示で林さんの作品を見て私自身も結構感銘を受けたというかあのそのドキュメンタリーだけど。 その取材対象に対する態度の,その細やかさだったりとか対象へのリスペクトの仕方だったりとかなんかドキュメンタリーってやっぱりこう取材して終わりみたいな側面がどこかある中であれだけこう対象と架け橋になるような動きをしてっていうところで結構自分自身あすごいいいなこういうなんていうか関わり方っていうのもあるんだななんか写真ってこうやっぱりちょっと暴力的というか本当にただなんていうかうーん 外部の人間としていていコンテンツを取ってそれでおしまいみたいなってどこが罪悪感もあるというかでもそうじゃない関わり方もやろうと思えばきっともっとできるものだろうしなのでちょっとそういう方向も模索してみようかなっていうのは僕は知ってる限りではその清水さんがその結構人をこうとるっていうことはあんまり この作品としてはなかったように思うんですけどじゃあこれから結構その人も撮っていくっていう感じなんですかね。そうですねなんかこう個人にフォーカスするとやっぱりその個人の物語になってしまう側面があるので自分が興味があるのがそのコモンセンス人間全般なのでその個人にフォーカスを当てて人のポートレートを撮ると ちょっとなのでそういう人が匿名をたくさんの人が行ってきた痕跡なりその匿名の人が立てたものだったりそっちの方を痕跡の方を取ってきたっていうところがあるんですけど、うん、なんかそういう社会を取る、えー、ときに痕跡じゃなくてポートレートを撮りつつそういうふうな表現をすることが可能なのかっていうのは ちょっっととと考えてていいいきたいなと思ってますなるほどありがとうござんか多分皆さんの中からも聞きたい方いらっしゃると思うので、えー、じゃあ一人ずつちょっといきたいと思います、まあ。最初に手を挙げられた、えー、ボーダーの T シャツを着られた女性はいどうぞ。 まして、こんにちは。はい、こんにちは。作品発見できて、お話もきっととよかったです。あ,ありがとうございます。よかったです。いろいお話、よかったです。あのー、なん,あのー、んなんか、あの。写真家さん、ご自身が、なんか、あの、民族がしたというか、博物がしたいう気がするんで、連作の美術が、感じがしました。<laughs> そういう感じが、時間と空間、あちこち、一体、一体できてるって感じがするんですね。で、あのー、今日のやって、分担カマですよね。あ、そうですね。そう、あれも、かんだ、あのー、王様とか、なんか、かん、いろいろ、なもの。 中出していって時残ってるんですよね。残ってます。そうそれだと思う。ブンダカマタ何しだ昔からあるんですよね。そうですね。そうだからさ確かなご自身がブンダーだって気がします。あのご自身が脅威だって気がします。だからこれから後もつまり年取ってからもねウイウイルヘビだ未来にこれ年取ってきますが年取った時の作品をぜひ拝見したいです。あちょっと取り続けないといけないです。それはやめられないですね。あのウィルだっている。 6月以来に年といますか。その時写真を拝見したいです、はい。ありがとうございます。すごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではどうぞ。あ、本日ありがとうございます。はい、ますえっと中西さんと清水さんの二方にお伺いしたいんですけれども、まあお伺いの範囲でいいんですが、あの今回10名の女性の写真家さんが選ばれているんですけれども、中西さんの方はあのした数ある数いらっしゃる女性の写真家さんの中から 清水さんがどういうところがこう面白いと思って10名の中に選ばれたのかということと清水さんの方に対してはえまあ今回実際10名選ばれてあのそちらあの以前えお話しされてた通りいろんなタイプの写真家さんがいらっしゃると思うんですけれどもどうして自分が選ばれたと思うのかっていうのを清水さんに聞きたいんですけれども、はい、<laughs> じゃあすいません先にあの答えさせてあげます。 あのまあ、京都グラフィーが、まあ、あのまずどうい,うどういったこう写真家を、まあ、あの毎年選んでるかといいますとあの僕たちのフェスティバルはこう写真の,あのう,まうまさとか下手さとかそういうことは全く見てなくてそれよりもその,その作品がこう伝えているメッセージそちらに注目をしてます。 で今回そのまあ10周年でその10人の女性写真家えしかも何て言うんですかねまあこれからの活躍が期待できるえ写真家を10名選びたいと思いましてですやっぱりその中まあ本当にあのおっしゃる通り今たくさんもう本当に女性の写真家っていうのは日本にいらっしゃるんですけどもその中でもやっぱりちゃんとこうまあ社会と 向き合って自分の,その社会と向き合ってあの作品を作ってるそこにあの何かしら自分のこうメッセージが込められてるっていう作家をえとまああの僕と,あとそっちにいますあのルシール・レイボーズとあとニューヨークにいましてその写真誌をえ研究しているえ特にまあ日本で育ったっていう。 あのバックグラウンドがあるので日本のまあ写真家それから日本の女性写真家にすごくあの詳しいポーリン・ベルメールというあの女性のキュレーターと3名であの一緒に選びました。であのやっぱりなるべくその本当にこれだけたくさん日本に女性写真家いる中でその多様性もあの見せたかったのであのもう全く違うこう 視点を持って全く違う,こう作風でそれぞれ作られてる方をあの選ぶようにあの特に、えー、努力しました。はいはいえー、そうです、ね、なんかす私そのさ写真の展示のこと最近あまり離れていて見れてなかったんですけどこういう女性写真家だけを集めるって 結構久々な感じですかねなんかこういう大きい場で女性だけが、えー、とそういうふうにキュレーションされて集められるっていうのは。で日本の,その女性写真家っていうとやっぱりあの90年代ガ,ガーリーフォト <laughs> っていうのがこう,こうバーッと広まった時期があって。で まあ最初は確かにそ,のそれすら知られてなかったからそうやってちょっと知られてきたっていうのでも良かったのかもしれないですけどでもやっぱりその女性写真ってこうだよねみたいなあの一つの流れができてしまったっていう弊害もまああるといえばある。でえと今回の,その選ばれた皆さんの展示を見ているとあなんかその。 ザ・ガーリーボトあの女性写真家日本の女性写真家ってこうだよねっていうのに対する結構何て言うかそうじゃない実例がすごくたくさんあったと思うんですね割とその女性は、うん、なんだろうふわっとした写真を撮るとか情動的なものに撮るのに向いているとかーでも自分の場合は全然市場を挟まないタイプですし、まあ、興味は挟みますけど。 なんていうか今までの流れとは違う実例として実例の一つとしてあのこういう場に呼んでもらったのはすごい良かったのかなって思いますあのそうですねなんていうかあまりこう言葉でその女性写真家としてやっていくっていうことをこうプロテス との一つとしてこう語れるようななタイプでではないんですけどやっぱりこう写真を見てもらったら分かるようにしてますし実際それでおそらくきっと分かってくれると私は思ってるのでなんかそういう一つの例としてなんか見た人が「あ,のあこういう人もいるんだ」女性で写真撮ってて「あこういうのもありなんだ」っていうのが気づきを得られる。 なんていうかチャンスを与えてもらったそういう場に呼んでもらったっていうのはすすすごごいいい私は嬉しいですねありがとうございますあの今あの清水さんがおっしゃったように本当にまさにその、まあ、僕たちはその、まあ、ガーリーフォトっていうあの、まあ、ムーブメントが90年代にありましたけどもあの時に、まあ、いい意味で言うと、まあ、女,性にこう女性が撮る写真にまあ注目すがいったっていう。 悪い,悪い意,味意味で言うとその女性が撮る写真っていうなんかイメージを勝手にこう皆さんがこう作り上げてしまったというか、まあ、メディアも含めてその女性若い女性が撮る写真っていうのをなんかあの祭り上げてしまったところがありましてで僕たちはその今回その次の世代そ,そういうことが起きているのをその若い時にまあ見て なんですけどその後とにこう自分がこう写真家になったっていうその次の世代がま一体どんな写真を撮ってるんだろうっていうその興味がすごくありましてでやっぱりこうそれぞれすごくこうなんて言うんですかねあの今回まあ一緒にやってみて思ったんですけどその別に男性とか女性とかそういうことを気にしてないというか。 本当にこうまあ写真家としてこう純粋に結構写真を撮ってる方が多くてそれでやっぱりまあそういう方たちを今回ま応援するためのプロジェクトだったので僕たちが気をつけたのはその絶対にそのグループ展にはしたくないとそのやっぱりこう女性っていうことでこう簡単にこうくくられてしまって。 その判断されてしまうこのまだ日本の社会ってそういうところがあのすごく残ってると思うんですけどもやっぱりそれじゃ駄目というか特にそのこういう表現者っていうのはやっぱそれぞれの,あの視点でものを見てものを作ってるのでやっぱそれをちゃんとリスペクトし,しなくちゃいけないというふうに思いまして。その 10人の展示ではあるんですけどもそれぞれがこう独立した形でその個展が10個並んでるっていうことをどうしてもやりたくてそれでまあ今回あのその舗装で今やってる展示はあの小西さんっていうまあ京都在住の建築家を中心に本当に作家とこの京都グラフィー のディレクターそれからまあプロジェクトマネージャー一緒になっても本当にもう話し合いをもう何度も何度も重ねてそれぞれの,あの空間を作っていったんですねそれはやっぱりそのそれぞれの写真家がこう伝えたいこととかそのやってるこの世界をやっぱりちゃんと表現したかったっていうのがあるんですよね。 はい答えになってましたでしょうか大丈夫でしょうかういはい、えー、それではあともう一つぐらい、えー、と質問をお受けできそうなんですけどももし、えー、この機会に質問がありましたらどうぞ。うん 京都グラフィーのスタッフでもいいですけど。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。あの本当にあの僕たちは、えー、今回この10人とできたの本当に嬉しく思ってて。 <laughs> ありがとうございましたはい <laughs> はいありがとうございます